い、ワンピースが大好きな神木です。今回はですね、ワンピース第1020話のヤマトの能力ですね、犬の実幻獣種モデル大口のマカミについて話していきたいと思います。で、先週のちょい見せで大口のマカミっていう単語がパッと出てきて、いろんなコメントをいただいたんですよね。これはいろんな考察をね、かいくぐって小田先生があえてね、わかんないところから持ってきた名前なんじゃないかとかね、たくさん書かれてたんですけど、あの後ですね、いろんなことを調べていくうちに、どうもそうじゃないっていうのが分かってきました。どういうことかと言いますと、今までの小田先生のインタビューとか、小田先生が携わってきたものに、大口のマカミがですね、実は関係するものっていうのがポツポツってあるんですよね。で、そういうのもですね、合わせて紹介していきたいと思います。そして今週号ですね、ロビンとかね、めちゃくちゃ熱かったじゃないですか。で、そういった感想っていうのは、夜の10時に感想ライブっていうのをやりますので、ぜひお時間ある方はですね、そちらもお付き合いください。よろしくお願いします。はい、まずですね、大口のマカミがどういったものかっていうのを話していきたいと思います。大口のマカミはですね、日本に生息していた、日本狼ですね、狼が神格化したものらしいです。で、昔からですね、聖獣っていう風に呼ばれてですね、崇拝されてきたということですね。で、なぜそういうことになったかというと、昔ですね、今もなんですけど、農業においてイノシシとか狼ってすごい害獣なんですよね、畑を荒らされるので。で、それをですね、駆除してくれる、イノシシとか鹿を駆除してくれる天敵がですね、狼だったんですよね。ということで、昔はですね、その農業とか自分たちの作物を守ってくれる動物が狼っていうことで、どんどん神格化されて神様のように崇拝していたという歴史があるらしいです。で、これですね、調べていくと確かにですね、すごくヤマトにふさわしい能力っていうのが分かってきております。どういうことかと言いますと、まずですね、さっき言ったイノシシから守護するっていう、この特徴ですよね。これはまさにですね、光月おでんがですね、白イノシシを真っ二つに切ったですね、山の神事件っていうのを彷彿とさせますよね。またですね、大口のマカミというのは、善人を守護し悪人を罰するという特徴があったり、人間の性質をですね、見分ける力があるとされてるらしいです。で、これらっていうのはまさに今のヤマトの状況と一緒ですよね。ルフィという人物を、見極めて、桃之助という人物を見極めて、そっちに組みしていると。そして悪人、ワノ国の悪人といえばオロチとかカイドウになってくると思うんですけども、それを罰するがために、自称おでんということで立ち向かっているっていう状況ですよね。またですね、火の災いとかですね、盗難から守る力が強いともされております。火の災いと言いますと、今週号でもありましたように、カイドウのボロブレスですよね。ボロブレスと対抗できたっていう、そこもつながってきますし、盗難っていうのはまさにですね、その国を奪おうとしてる、もう実質奪ってるカイドウから光月家に取り戻すっていう戦いを今しておりますので、そこも重なる部分があります。そして大口のマカミをですね、紐解く上で代表して書かれることがですね、ヤマトタケルですね。このヤマトが入ってますもんね。ヤマトタケルの話があるんですけども、ヤマトタケルが道に迷った時に一匹の白狼が現れたと。で、その白狼の導きのおかげでヤマトタケル軍は無事に帰路に着くことができたというエピソードがあるらしいです。そしてヤマトタケルはその白狼に大口のマカミとしてそこに留まり、この地を守護するようにと告げられたらしいですね。で、そこで火の災いから守ってくれとかですね、言われたっていうのが古事記とかですかね、書いてあるらしいです。この辺もですね、偶然かもしれないんですけども重なってきますし、実にですね、ヤマトにふさわしいなっていうところがありますよね。そしてやっぱりここですね、散々言われてきた桃太郎の完成ですね。桃之助を筆頭に犬猿記事がですね、桃太郎側についてカイドウとですね、挑む。それが、日本のね、桃太郎と重なるんで、激アツですよねって、もう、ワノ国編に入る前から多分言われてたんですけど、それがですね、いよいよ犬の実っていうことで、ここで繋がってくるんですよね。桃太郎が桃之助ですね。猿がモンキー D ルフィ。犬が犬の実のヤマト。そして生地がマルコ。マルコがですね、もしかしたら青生地が来るのかもしれませんけども、チーム構成としてもかなり完成されるじゃないですか、そこで。桃太郎として鬼ヶ島退治に行くっていう、このですね、王道ストーリーが完成したということになりますよね。またですね、今回カイドウとヤマトの会話の中で気になるキーワードありましたね。それがですね、ワノ国の守り神。ですね、そのワノ国の守り神が意味することっていうのはどういうことでしょうか。ワノ国の守り神といえばですね、昔赤座役人男もですね、安家に言われてるんですよね。お前たちは都の、いや、ゆくゆくはこのワノ国の守り神となれということを言われておりました。そこではね、赤座役人男がワノ国の守り神になれっていうことで言われてるんですけど、ヤマトもですね、ワノ国の守り神に、カイドウからですけどなれって言われてて、本人は赤座役人男サイドが思ってる守り神ですよね。そっち側の意味合いとして自分が守り神になるんだっていうことを
と思っております。なのでもしかしたら、まあ、考えたくないんですけど、赤鞘九人男ですね、今続々と倒れていってる状況の中で、本当にもう赤鞘九人男はもう壊滅してしまうと、その代わりヤマトが守り神になるっていうストーリーがあるのかもしれませんし、またですね、勘十郎が抜けた穴にヤマトが入って、ヤマト自身も赤鞘九人男含めて守り神になって、和の国をどんどん守っていくと、こういうことになるのかもしれません。そしてですね、まあ、冒頭にも言ったようにヤマトの能力が大口の真神といつから決められていたかですね、ちょっと探ってきました。でコメント欄でもたくさんいただいてたんですけど、これもののけ姫のモロにすごく似てますよねっていうのをいただいております。でそうなんですよね、もののけ姫のモロも大口の真神モチーフが来てると言われておりまして、小田先生もですね、ジブリっていうのはものすごく大好きです。宮崎駿さんのことも尊敬しておられますし、今までですねジブリの小冊子に小田先生が紀行文を出したりですね、このワンピースブルーでもですね、好きなアニメは宮崎作品とおっしゃってたりですね、宮崎駿の雑草ノートっていうですね、まあ、資料もですねたくさん見て勉強してますということをおっしゃったりされてるんですよね。でさらにですね、2011年なんですけども、小田先生がですねスタジオジブリの鈴木敏夫さんですよね、がやられてるジブリ汗まみれっていうラジオに出られた時に、もののけ姫のですねことをすごくおっしゃってたんですよね。その時ストロングワールドですね、制作されるということで、初めて小田先生自身が制作組織、という立場になって、いろんなことが分からなかったんで、もののけ姫の、まあ、ドキュメンタリー映画、もののけ姫はこうして生まれたっていうですね、6時間ぐらいある、どうやってもののけ姫がこう作られていったかっていうね、2年間のことをこうずっと密着してこう凝縮されたですね、こうドキュメンタリーものっていうのがあるんですけど、それを見て自身の映画制作に、携わる上ですごく参考にしたということを言われてたんですよね。でもちろん小田先生っていうのはジブリの映画多分全部お好きなんですけど、その中でももののけ姫もですねすごく思い入れのあるっていうか、知識も豊富なところでありますので、僕らがですね思ってるように大口の真神どっから取ってきたんだみたいな感じじゃなくてですね、小田先生の中ではもしかしたらもうずっと前から当たり前に知ってる、まあ、聖獣だったのかもしれません。また99巻の SBS で明かされたヤマトの好物ですね、サーモン生丸かじりっていうのが分かったんですけども、これもですね実はですねちゃんと考えられてたんじゃないかと思われます。というのもですね、まあ、サーモンが好きっていうのでクマとかですねそういったものにこうミスリードさせてて、実はですねオオカミっていうのは鮭をめちゃくちゃ食べるらしいんですよ。皆さんもですねサーモンオオカミ好物とかで検索してもらいたいんですけども、こういうことが書いてありました。一般にオオカミと言いますと鹿や馬などを襲って食べる猛獣のイメージですが、鮭も取って食べていたのです。春や夏は鹿をよく食べているのに対し、鹿がたくさんいるにもかかわらず、特に秋に産卵のために上がってくる鮭を積極的に食べていました。鮭を食べる動物といえば熊を連想しますが、オオカミはその熊より取るのが上手なのですっていうことが、書いてあります。これはですねオオカミっていうのが決まってる段階で99巻の SBS っていうのは決められてると思いますので、してやられたなって感じがしますよね。最高ですよね。そしてですね今週号で出てきた技名ですね、ナムジヒョウガっていうこの技名なんですけども、これもですねどうも元ネタがあるっぽくて、このナムジですね漫画があるんですね。ナムジ安彦義和さんの、前編の書き下ろし漫画ということで、1989年から2年間ぐらいのこう漫画、全5巻の漫画なんですけど、まあ、ナムジをですね2世紀後半の日本に実在した人物として大胆な仮説や創作を加えながらその反省を描いた歴史作品ということで、まあ、日本神話のですね人物を題材としたヤマトタケルなどの出発点となっている、らしいですね。そういう漫画があるということで、このナムジはですね安彦義和さんから取られたんじゃないかと思われます。そしてさらにですね小田先生と安彦先生っていうのはつながりがないわけじゃないんですね。これですね本当にごく最近のことなんですけども、この東京オリンピックのですねプログラムですね、ここにですね実はですね偶然かもしれないんですけども紙面共演をされてるんですよね。それがですねこれ漫画家さんがですね4名イラストを描いてらっしゃるんですけど、ここですねこれ開けるとですねちょっとイラストはバッて見えちゃうんで開けないんですけど、小田先生がまずですね空手のイラストを描いてやらっちゃいます。で隣ですねこっち安彦先生がですねサーフィンのことをイラストで書き起こしされてくれております。いやどっちもかっこいいんですけどね。まだこれ買えますので、もし興味ある方は見てみてください。なのでもしかしたらこの紙面共演というか、このオリンピック公式プログラムなんてかなり前に出来上がってたと思いますので、安彦先生のことを改めて思い出してですね、小田先生があそういえばね安彦先生ああいう漫画描いてたなと、ヤマトタケルに関することを書かれてたなということで思い出して調べて、またナムジっていうのを今回ヤマトの技につけられた可能性っていうのは大いにあるんじゃないかなと思います。いやーお口の真神かっこよかったですね。はい、
僕もですね、大口のまかみって何ぞやっていうことで、もう気づいたらこういう本買ってましたね。日本の幻獣図譜っていうことで買いました。全然載ってないんですよね、大口のまかみ。これにも載ってなくて、なんかカッパの骨とかめちゃくちゃ載ってるんですよ。むちゃくちゃ怖い、そういう本です。皆さんも興味あれば見てみてください。この本夜10時も紹介したいと思います。はい、ということで終わりたいと思います。皆さんはですね、この大口のまかみに関して思うところとか、大口のまかみだからこそ今後ワノ国がですね、どういう展開に向かっていくかっていうのをですね、ぜひ予想して書いていってみてください。よろしくお願いします。はい、でこのチャンネルではですね、ワンピースの最新話の感想ライブとかですね、考察発見とかをたくさん話しておりますので、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いします。またですね、夏も本格的になってきて、花火をですね楽しむ方っていうのもたくさんいらっしゃると思うんですけど、私はですね、花火、手持ち花火でも普通にろうそくにこう火つけてバチバチってこう楽しんでますっていう方は、ぜひ高評価の方をお願いします。いやいや神木さん、私はもう大きなパックにたくさん入ってる花火そのまま焼却炉に投げて楽しんでますっていう方は、ぜひ低評価の方をよろしくお願いします。じゃあね。